あ、こんにちは。ワドツです。今日もよろしくお願いします。30分だけの予定です。盛り上がっていってください。いや、昨日最高だったよね、マジでね。やばくない？ギフト届いて。すげえと思わない？もうちょっと感動してるんだけど。なんか最近届いたやつが、おい、ワドツ、のんたんいらっしゃい。最近届いたのが、このビタミン炭酸のマッチと、あと、モニターが届いて、その後に、欲しかったキーボードも届いたし、はい、ワトツーミルいらっしゃい。特命さんいらっしゃい。そうなんだよ。めっちゃ可愛がられてますよ、ほんと。なんだろうね。やっぱ、みんな俺のこと必要としてるんだな。なんだかんだ言って。わかったよ。お前らの気持ち受け取ったよ、俺。俺は、お前らの気持ち受け取った。期待に応えていくよ。だって俺がいない間つまんなかったんでしょ？配信が。面白かったの？ぶっちゃけ。盛り上がんなかったでしょ？今のスクランに乗ってるやつら全員ダメ。話になりません。今日ラーメン食べようかな。どうしよう。新宿でさ、うまいラーメンとかどっかあります？新宿でうまいラーメン屋。西新宿の方ラーメン屋少ないんだよね。自分で作るかな？どうしよう。米炊いて自分でおかず買ってきた方が安上がりな気もするし。でも最近炭水化物をさ、取りすぎててすげえリバウンドしてんだよね。2キロぐらいまた太っちゃったから。あ、クミタンか。そっかそっか。匿名にしてた。他の配信見てたんじゃないの？どっかの。そういうことよくあるよ。スプーン曲げいいよ。教えてあげる。ああ、ちょっと待って、スプーン1本しかないんだけど、あと。家にスプーンがあと1本しかない。じゃあ今日はスプーン曲げのやり方を皆さんにレクチャーしますよ。ネタバレ放送ね。じゃあみんなスプーン用意して。スプーン家から。普通のスプーンでいい。普通のスプーン、どっからどう見ても普通のスプーンでしょ。普通のスプーン用意できたら教えてください。みんな全員曲がるから、女の人でも力いらない。教えてあげるやり方。今日はネタバレ放送。もうできたの？ iPad で見てる。じゃあスプーン準備できたら皆さん教えてください。そうそう、この前ね、3杯目ヒカルさんっていうツイキャスの生主さんがいるんだけど、その人の前でスプーン曲げやったんですよ。それが、なんか結構好評だったんで、ずっと練習してた。結構コツ覚えたら簡単にできるよ、女の人でも。楽勝楽勝。はい、ワード2、マスターキーいらっしゃい。オッケー、ハッチもオッケー。みんな多分ね、台所に走ってね、テコの原理、テコの原理。そう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 。ただ、テコの原理が、ちょっとコツがいるんだよ。それを教えてあげる。用意できたかな。じゃあ、そろそろ行きますよ。これちゃんと YouTube でも動画に残すんで、YouTube の人、できたらできたってコメント下に書いてね。YouTube の皆さん、お願いします。じゃあ、行きますよ。まず、普通のスプーンであることを証明します。誰かが近くにいる場合っていうのは、その人に渡してください。仕掛けがないかチェックしてもらいます。その時に大体やるのが、こうやってやろうとすんの。大抵のスプーンっていうのは、こうやって力入れたら絶対に曲がります。なんかこれやって柔らかいじゃんとか、もう無視していい。だからヒカルくんがこうやってやってた時に、人差し指でこうやってやってみてっていうトークを入れるの、ここで。そうすると、人差し指では曲がりませんって、ここをこうやって持ってっていうの、こういうトークが結構重要なの。ここをつまんで持った時に、人差し指で引っ張って曲がるって、曲がらないって答えるから。ここ大きいスプーンでもできますよ。大きいスプーンの方がやりやすいです。テコの原理なんで。
どちらかっていうと、ここの厚みがあればあるほど曲がりづらいと思ってください。クリップさん、どうも。OK。で、親指とここをつまみます。で、トークはね、YouTube に動画があるから、ヒカルくんとのね、タイムシフト見てみるとわかるよ。で、ここをまず、支点ってやつですね。支点にします。で、重要なのは小指をここに当ててください。小指をここに添えるだけでいい。力入れなくていい。こういう握り方。OK ですか？人差し指をこう持ったら、小指をここに添える。こことここで支えるの。OK？ ここまでできた？できたら手を挙げて。ここまでできた？ OK？ うん。じゃあ、みんな OK かな？行くよ。あ、クルーズいたの。うん。OK、みんな。ここまでできた。こういう感じね。OK。いくよ。そしたら、うん。そしたら、今度、こう、これを添えるだけでいい。力全くいらない。この状態横から見ると。こうね。で、力いらないから、添えるだけでいいから。要は、ここが支点かな？で、力点かな？うん？違うな。支点、力点、作用点。この三つ。で、本当はだからこういう状態なんだけど、不自然だからこうやったら力入ってるように見えないでしょ。実際力はいらないの。で、引っ張るイメージだと、こっちに横に力が働くから、これはダメなやり方。これはダメ。こっち側に力がいったらダメだから、こう持ったら、下に押す感じ。こう押す感じでやってみて、みんな。これを、下にグッて。グッて。やってみて。できるはずだから。めちゃめちゃ簡単に曲がる。TMT かな？ TMT ですか？止まった？どう？できた？できた人。頑張ってる？あ、止まってなかった？俺の画面なんか止まってたね。動いてる？ありがとう。あ、違う。画面が止まったの。コメントがないとかじゃなくて。OK。じゃあ見本見せるね。こうやって持ってください。ここに、トークはね、俺はこんな感じでやってる。人間の力っていうのは、脳のリミッターを解除すると、うんたらかんたらてって言って。ここだけを、ここに集中してください。ここに曲がったイメージを送り込んでください。で、曲がったっていうイメージ。曲がれじゃダメなんです。曲がったイメージが完璧にできたらこうなります。曲がった！ぐいーって。うん。OK。絶対曲がるから。そう。これです。うん。で、あとは、これを、次の人に渡して、証明、要はトリックがないことを見せてあげると、なお効果的です。ほらねって、見ていいよって。で、力で戻せるから力で戻してみてってやってあげるといい。そうするとこうやって、今度はこうやって戻すから。その時にどれだけの負荷がかかってるかわかるから。こうやって、絶対これは戻るの。そう。うん。今はね、ちょっと失敗だった。俺がね、配信のカメラを意識してたから、配信のカメラ抜きでもう一回やっていい？うん。そしたら、くにゃんって曲がってるように見えるから。いくよ。じゃあ今度トークなしで、そのカメラ意識しないでやります。いきます。ワン、ツー、スリー、ウィン。うん。そう。こんな感じ。うん。角度とかも重要だね。今は角度がわかりやすいように横向きでやってたんだけど、縦に見せてあげた方がいいです。うん。OK。これが負け方です。奥くんいらっしゃい。うん。これをマスターすると、おおっていう宴会芸だね。横向きだとバレるとかじゃない。どちらかというと、トークで、その、視点、力点、作用点、ま、っていうか、みんな分かってるわけじゃん。それよりも、人差し指で負けたっていうところに、やっぱ、おおってなるの。スピードが重要かもしれない。だから瞬発力がかなり重要。うん。こんな感じですね。あ、っていうか、スプーン曲げって呼ばれてるものはすべてこのやり方です。スプーン曲げは、基本的には、支点、力点、作用点。うん。そう。なんか、スプーン曲げを前回やったんだけど、ネタバレしてっていう風に、リスナーさんからお願いをされてたのね。
あ、いいよ、教えてあげるよって言って。女の人でも簡単に曲がるよっていう。そういう話。だからバレるっていうよりも、トリックなのは分かってるんだけど、自分だったらできるかなっていう風に錯覚をさせる話術が必要。うん。撫でるだけで曲げておるマジシャンどうな？あのね、俺の師匠はこれを教えてくれた人はフォーク曲げ？フォークの先だけをグニャーンって曲げるようなことはできた。うん。できない。できるのはね、これ練習したら絶対できるようになる。あの、この動画タイムシフトで何回も見れば絶対。念力だけで曲げるやつってどういうやつ？フォークの先がねじれたりするやつのこと。フォークはテコの原理をもっと軽く応用するんだって。で、一本一本がバラバラになるようにできるようになるんだって、最終的に。あ、ねじりとか。ねじりとかも基本的にはこの支点力点作用点なんだけども、それを応用してるだけ。曲げ方をその工夫してるだけ、基本的には。だから握力鍛えたりしてる、マジシャンは。うん。寺の？寺のって何？うん。ワドツ、台風来んの？嘘でしょ？台風来るってマジ？また来んの？指で挟んだだけで曲がるパターン。何それ？指で挟むとスプーン曲げ、フォーク曲げどっち？スプーン曲げとフォーク曲げどっちですか？関東に来てるんだ。いつ頃来るの？あ、坊さんですごい人は分かんないな、俺。そう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 。え？どういう感じ？おお。指で挟んだだけで曲がるってスプーン曲げのことかな？俺ちょっとよく分かんないわ。え、どうやってやんの？人差し指と親指で挟んでなぞる？どういうこと？こういうやつ？こういうこと？こういうこと？スリスリするやつってこと？こういうこと？これで合ってたら教えて。うん。こういうこと？これ？これで、これだけで曲がるってこと？え、どういうこと？え、そんなのやったことあったっけ？あ、こういうやつ？これだ！これ？これ？こういうこと？これだ。シコシコ系かな。これ？オッケー？これ？これで合ってる？合ってんのかな？なんか、レスポンスが違うな。一回なぞっただけはできないけど、一回なぞるだけは難しいかな。俺はちょっとそのやり方を知らない。俺ができるのは、全く触れないで、曲げることはできるけど、やっぱり、触れるパターンはさっきのしかできない。全くこっちの手を触れないでっていうのはできる。うん。念力を飛ばすっていうやつ。ちびたさんいらっしゃい。あー、ごめんなさい。最近連絡取ってないんでわかんないですよ。うん。じゃあやってみようか。いくよ。こんな感じですかね。はい。うん。はい、ワド2いらっしゃい。ということで、スプーン曲げ講座でした。はい。うん。いや、すごくないっすよ。